こんにちは、お久しぶりです。多分2ヶ月ぶりぐらいの撮影になるかな。ちょっとね、膝を痛めて、ちょっと歩くのもしんどい日がちょっと続いて、まだ全然治ってないんですけど、まあ、リハビリも兼ねて今日は大山来ました。この土曜日、多分投稿する翌日かな、明日から、夜のねライトアップも1週間するそうなので、ぜひ神奈川、東京、その辺の方はぜひ来てみたらいいかなと思います。大山はね、昔山始めた時に高尾山の次に登った山かな。その時はここからね、床坂から登って女坂から降りてきたかな。結構階段多いんでしんどいんですけど、まあ登れなくはないです。もちろんね、ケーブルカーの時間もあるんで、とりあえず今日はちょっと足のこともあるのでケーブルカーで登って、もうそれだけですね。なので今日は、結構お気軽な格好で来てます。行ってきます。はい、次の方はまもなく全員になります。すいません、お願いします。はい、はい、どうぞ。ケーブルカー乗るの初めて。あ、意外に可愛い。よいしょ。富士神社着きました。あ、富士神社、丹沢の大山ですね。ちょっとね、木曽駒ヶ岳あそこ登って少ししてからね、膝を痛めてしまって、全然、もう歩くのもままならない状態だったんで、もう外にもねあんまり出れず、まあ、この時期だったんでちょうどいいかもしれないですけど、まあ、そんなんでもさすがにね、自然の中に行きたいってことで半分ちょっと無理して、今日は大山来ました。まあ、大山なら、ほとんどケーブルカーでね登れるの で本当はこの上から登山道を割って、2時間ぐらいで、山頂まで行けるんですけど、今日は富士神社の、下社っていうんですかね、まで来ました。紅葉もねちょこちょこ始まって見えるのでいいかなと思います。ここはもみじ汁、豚汁が売ってますね。で、阿夫利神社、でさっき言った登山道の入り口はこの、本社の本堂というのかな、もう左側から行くと行かれます。おそらくねこの辺も夜はライトアップされるんじゃないかなと思います。この辺ちょうどグラデーションでいい感じ。はい、どうもありがとうございました。で、登山道の入り口がこっちですね。よいしょ。結構ねスタートが急な階段です。結構すごいですよね。1時間半ぐらいが一応コースタイムらしいですけど、すごい下りが怖い。ここはね2年前に行ったかな。
まだ下の方は紅葉はしてないけど、先っぽはね、まあ、赤いん で紅葉進むのってかなり早いんで、多分ちょうど、これアップする頃の週末、来週のライトアップの頃にはちょうどいいんじゃないかなと思います。混むんだろうなでね、ちなみに、今回からピンマイクちょっと使ってみたんですけど、音声どうですかね。環境はあんま拾わないのかなと思うんですけど、まあ、声は聞きやすいのかなと、まあ、結構この GoPro9 かなりマイク良くなったので、木曽駒ヶ岳の時の動画もそんなに実は、外部マイク使わないで本体のマイクの音も結構使ってたんですけど、どうですかね。これがいいならいいかなと思うんですけど、またね、本当にね、膝のなんていうのかな、ここがねむちゃくちゃ痛むんですよ。仕事柄しゃがむこと多いんですけど、一回しゃがんだ時に両足ポキって言って、でしゃがむのは平気なんですけども、立ち上がるのがかなり痛むようになりました。でさすがにひどいんで、整体に週1で結構通ってて、だいぶ良くはなったんですけど、ジャンパー膝っていうらしいですね。ブレーキングで結構、筋肉が損傷しちゃってる、まあ、筋肉から腱に変わるとこがなんか炎症しちゃってるらしいんですけど、それでねちょっと登山はねしばらく厳しいかなって感じなので、かなりフラストレーション溜まってて、でまあ大山ならケーブルカーでほとんど登れるんで、まあ駒山道はね約400段階段登るんですけど、まあなんとか、荷物も今日は軽いんで大丈夫でした。でね、こうやってずっと膝を曲げた状態でいると、ここにね痛みがなんか溜まっていく感じで、伸ばしてあげるとまたポキって言って、なんか、ね、痛みが解放される感じなんですけど、まあ、結構しんどいですね。フラストレーション溜まってます。はあ、早く良くならないかな。さあ、というわけで今日は、まあ、リハビリも兼ねて丹沢の大山来てみました。ほとんど歩いてないんですけど、まあ、リハビリっていうことでね、まあ、ちょっとぐらいの階段なら登れることが分かったので良かったです。で、多分この動画をアップする翌日、20日かな、土曜日から、ライトアップするそうです。日没から、週末は8時、平日は7時までだっけな、ライトアップされるそうですし、ケーブルカーも暗い中ライトをつけて走るそうなので、かなり幻想的な景色見れるんじゃないかなと思います。まあ、今日が、月曜日なので、今週の日曜日にはすごく紅葉もいい感じになるんじゃないかなと思います。結構ねお茶屋さんもあって、軽くねご飯食べたりもできるんじゃないかなと思います。ただ今3時ぐらいなんですけど、それでも結構冷えます。なので暖かくして、来た方がいいかなと思います。だいぶ空いちゃいましたけど、今日は、丹沢大山来てみました。まだねさっき言ったようにちょっと膝の調子が悪いので、次の動画いつ撮れるか分かんないですけども、僕もねなるべくこれから登山には一番いい季節、暑くなく虫もいなく、日は短くなりますけどねっていう時期なので、なるべく出かけたいなと思います。というわけで今日はちょっと簡単ではありますけど、最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまた次の動画で会いましょう。ではまた、バイバイ。